白竹さん花火ありがとうございます。てかさ、この前さ選抜発表があったじゃないですか。その日にみんながさ、なんかいっぱいタワー投げてくれたじゃん。でさ、もしかしてこれ今やってるこの花火っぽいなんかイベント達成するんじゃない、ついでにとか思ったら、まさかの22日。22日から意味なかった。でもあれはおめでとうだもんね。せっかくついでに達成できると思ったのに、ショック。かぶってなかった、かすりもしてなかった。タモちゃんタコ花火ありがとう。そしたら一石二鳥みたいな感じだったのにね、ショックだね。でもショールームアワードとかのためにできればな、達成しておきたいんだけどな。ヤスさん花火ありがとうございます。で、口内炎がさ治んないんだよね。この右側の上の歯茎と歯の間みたいなところにできるやつ、あとさ、ここにまでしてた、この前歯の左前歯の上のあのなんか歯と歯茎の間にもなんかできてて、びっくりしちゃった。みたいな、まだまだできたんですかみたいな。本当にすごいね、口内炎がマジで治んないの。塩水がやってもここの口内炎治んなくて、なんだろうって感じ。本当にやだ。すごいよね、歯と歯茎の間ってどうやったら口内炎できるんって感じじゃない。やめたら歯槽膿漏じゃないよ、失礼な。怖いよね。でもたまになるんだよね私。ここってでもさ、絶対さ歯磨きの時に絶対磨く場所だからさ、絶対さ毎回歯ブラシでガシってやっちゃって、あいた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 ってなる。歯医者最近ねマジ忙しくて行けてないの。予約も取れないし忙しくて、そうなんか絶妙な位置になんかできてるんだよね。本当にびっくりだよね。メロンジュース飲みたい。メロンソーダか。あ、お水がコロリンコしてきちゃった。乾杯。姉ちゃんそう、こんなやつ一緒つけるの。私さ、ファンタのメロンソーダ好きなんだよ。ファンタメロンソーダの。こんなやつ病で治す薬が買える、めちゃくちゃ買うよりな。そしたらもう一生分買いだめするよ。お腹めっちゃすごいなと。お、そうそう、お腹がいってる。痩せるためにジムまで走りながら見て、あ、走りながら、えらい、頑張れ、走れ、めっちゃ走れ。福岡の地下鉄、今週の金曜日から最終便35分延長する。高島市長、何時までになるってことじゃん。あ、そうね、よりの生誕は9月1日ですね。確か9月1日だっけ、3日だっけ、なんか1日って書いてたけど、でもなんか3日にもなんかスケジュールがなってるみたいな。デイクはなんか指摘してた、どっちが正解ですかみたいな。あれ1日で合ってんの。うん、1日ね、オッケー。何のブランドや、これなんだっけ、なんていうか、ラルフ、わかんない。でもなんかとなんかのコラボだった気がする。ファンの人にもらいました。姉ちゃんも出る、さすがにユリの生誕は出ると思うよ。さすがのさすがのさすがに
皆さん、そうだ、握手会、ハイタッチ会、オンラインとハイタッチ会ありがとうございます。なんかあと少しみたいな、なんだっけ、あと少しじゃなくて残りわずかみたいな、結構あるっぽくてありがたいです。オンラインとかも結構疲れ、めっちゃお疲れです、超お疲れお手紙は私書いたからな、ゆうちゃんに一回、だから私じゃないと思う。あれ、いつ、あ、5つも完売してんの、やば、ありがとうございます。でも逆に現地の方が完売してるのびっくりだよ。なんか現地の方が後だとはいえさ、現地の方が先に完売するイメージあったからさ。すごいね、1月19日オンライン、ありがとうございます。本当にびっくりびっくり。よければ遊びに来てください、ね、びっくりだよね本当。名古屋は全員、まあ日が遠いとね、ファンの人もそもそも予定立てらんないからね、どうしようもないよな。めっちゃ完売ですって、どうなんですかね、しまっちゃう。予定表じゃないけど、ファンの方が作ってくれたアクションやつ。どこだろう、あれ、何で調べてるか、クリアマネのか、あれ、ファンの人が作ってくれたの出てこない今、あった、これか、あ、オンライン1月19日が一番、あ、でも11月30日が一番近いじゃん。まあでも1月19日はあれか、そもそもなんていうの、生誕直後かもしれないから、みんな結構買ってくれてる人が多くて、あ、でも11月30日の土曜日、全日程残りわずかなんだ、やば、ありがとう本当に。でもどこが完売したかもはやもう分かんないっていう。オンライン4部か、確認あ、違うか、名古屋が一番、名古屋が一番早いのか、日程的には。逆にお、あれか、そっちの方が来ないのかしら、なんでだろう。11月も完売だったよ、ほんと？あ、11月30日全完売なの、やばー、ありがとうございます。で、19が1完売ってことじゃん。会えるのは名古屋さんだよね、ありがとうございます本当に。で、1月19日も残り全わずかが多いってこと、待ってよ、なんかファンの人が載ってたんだよね、1月19日は9部以外は残りわずかで5部が完売か、7、8の残りわずかで9が普通にあるってこと、あ、だから1月19日もしかしたら全完売するかもしれないってことか、やば、ありがたいですね。でもこんなに早くなんか売れちゃってちょっとびっくりしちゃってますね。会えるハードが、何言ってんだ、現地めちゃめちゃ会えるよ、現地の方が逆に部が多いから、現地ぜひ皆さん来てください。なんで逆にこんなあれなんだろう、オンラインの方がやっぱこれ来づらいからかな、オンライン、だって今までさ、だって現地の方がさ圧倒的先に売り切れてたんですよ、なんかちょっとびっくりしてるんだけど、なんでだろう、
ね、なんかオンラインがこんな売れてるのが私はマジでびっくりなんだよね。正直ありがたいですけど、だって大体現地でさ会いたいって言ってくる人が多いじゃないですか毎回。あ、まあ、一番近いからか日程が、日程が先すぎる。あ、現地がね。いやでもびっくりしすぎてさでもびっくりびっくりって感じはね。ね、1月もオンライン、まあ、1月のオンラインは多分私のファンの人たちが多分あれだと思うけど、その生誕近いかもしれないかみたいな、例年で言うとだからかなと思ったけど、全体的に11月が先になかった。あーそっか、嬉しいですね、ありがたい。終電もある。あ、そうか、11月は終電もあるのか。で、電車どうかな。あ、ぜひぜひお願いします、よければ。11月選抜発表前からでした。あれ、そうなの。本当にありがたいです。なんだか狭いところで、あ、全然全然、あの私普通にあの体操座りみたいな座り方してるだけ、全然。関東しゃべり会追加で申しました。ありがとうございます。やばい、眉毛がなさすぎる。眉毛が見てごらん。ここ消滅してるもん。消滅眉毛ですね。まあ、光の関係もあるけどさ、眉毛がなくなってる。おもろいぐらいの眉毛なかったね。なんだかセクシーよ。え、これでお風呂上がり全然。昔よりも始めた頃の場所にいる。あ、マジ全然そんなんじゃないけど、電池とか話すのにもよくオンラインの、オンラインのが例えばこうメモしたりとか、なんか物見せたかったりした時に見せやすいかな。走れと勝つ思って30分走ってきました。 お疲れ様です。エンスナガー購入しました。よかろう。ちょっとね、ちょっとだけ長いよね。あ、ほんと15分になった。じゃあ今日は早いですけど終わります。13位フナイモンありがとうございます。12シルちゃんありがとうございます。11ジェミニさんありがとうございます。11スミさんありがとうございます。9ションションありがとうございます。8位ガッサンありがとうございます。7位マサミヤさんありがとうございます。6位ただの魚さんありがとうございます。5位長次郎さんありがとうございます。4位チョクさんありがとうございます。3位大城武さんありがとうございます。みやすさんありがとうございます。1位たもちゃんありがとうございます。なんか今日さ、私ストーリー何個か載せたじゃん。誰からもストーリーの返信が来てなくてめっちゃ怖かったんだけどさ、ただバグってただけ携帯が。でも本当に誰からも送られてきてなかったけ、めっちゃ怖かったんだけど。なんかいいねとかはめっちゃ普通につくのに。そう、ストーリーの返信がね、3日前からそもそも誰からも来てないことになってんだけどさ、バグってる。だ、え、誰か送った人いる？かわいいみたいな。
ストーリーの返信、なんかそうストーリーの返信、ストーリーのさ下にさなんかメッセージ送るとこあるじゃん。あれがさ誰からも送られてきてないんだよね。しかも全員3日前で止まってるんだ。今送ってみた。あ、ダメだ、バグってるかも。来てないわ。マジ夫婦愛かな。じゃあそれ以外はね割と普通なんだよね。まあいっか、そういうこともあるよね多分。よし仕方ない。よし、じゃあ皆様おやすみなさーい。バイバーイ。ごめんね短く。